アンドレアス・セッピは、イタリア・ボルツァーヌ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス3勝、ダブルス1勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス18位、ダブルス50位。2008年ハンブルクマスターズベスト4。2012年ローママスターズベスト8。4大大会では2015年。 全豪オープン男子シングルス3回戦で11年連続ベスト4進出のロジャー・フェデラーに勝利したことで話題になった。台湾のテニスメーカー製のプロケネックスのテニスラケットを使用している唯一のプロテニス選手である。セッピンは7歳でテニスを始め2002年にプロに転校。しばらくはカボツアーを転戦した。四大大会では2004年全米オープンで予選を 勝ち上がり初出場し、1回戦で、第11シードのライナーシュットラーを3から6、4から6、7から6、7から6、から 6, 6から1で破って初勝利を挙げ2回戦で、ミカエル・ロドラに0から6、3から6、6から3、3から6で破れた。2006年のシドニー国際では準々決勝で当時4位のレートン・ヒューイットを4から6、7から5、7から5で破った。 ノッティンガムオープンでも1回戦で、スタンワウリンカ、2回戦で、ドミニク・フルバティ、準々決勝では、アンディ・マリーを破って、ベスト4に進出した。2007年のアリアンツ・スイスオープング・シュタードで、初めてのツアー決勝に進出。決勝で、ポール・アンディ・マチューに76、46、57で破れ、準優勝となった。2008年2月の ABA のアムロ世界。 テニストーナメントでは2回戦で当時世界ランキング2位のラファエル・ナダルを3から6、6から3、6から4で破る主君を挙げた。5月のハンブルクマスターズでベスト4に進出。8月の北京五輪でオリンピックに初出場。シングルス1回戦でトミーロ・ロブレドを6から4、4から6、8から6で破り、2回戦でトマーシュベルディハに3から6、6から7で破れた。 2011年6月の英語国際でツアー2度目の決勝に進出。ヤンコティプサレビッチが足の故障で途中棄権し、セッピはツアー初優勝を果たした。2012年5月のセルビアオープンでは決勝でブノワペールに63、62で勝利し、ツアー2勝目を挙げた。全仏オープンでは3回戦でフェルナンド・ベルダスコを7から5、3から6、 6から3、4から6、6から2で破り4大,大大会で初めて4回戦に進出した。4回戦では世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチと対戦し、第1、2セットを先取したが6から4、7から6、3から6、5から7、3から6の逆転で敗れた。ロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場し、シングルス2回戦で、フアン・マルティンデル・ポトロに3から6。 6から7で敗れた。10月のクレムリンカップでは、決勝でトマス・ベルッシオ36、76、63で破りツアー3勝を挙げた。2013年全豪オープンで2度目の4大,大大会4回戦に進出した。4回戦でジェレミー・シャルディに7から5、3から6、2から6、2から6で敗れた。大会後のランキングで自己最高のシングルス18位を記録した。 2015年前後オープン3回戦で、第2シードのロジャー・フェデラーを6から4、7から6、4から6、7から6で倒した。フェデラーとは11度目の対戦で、初勝利。フェデラーは、前後では2001年以来14年ぶりの3回戦敗退となった。2017年前後オープンでは、前後3度目の4回戦進出を果たす。 四回戦で第四シードのスタンワウリンカに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。